そうやってそもそも最初は当然車メーカーは自分のところでデザインをしてたわけですよね。そういう外部に発注するようになったのっていつ頃からなんですか。あのね、これあの本当にあの今日のお話だと思うんですけど、もともとね、あのそういうカロッツェリアっていうのがあって、はい、あ、カロッツェリア、ね、車のメーカーはデザインしなかったんですよね。あ、昔はフェラーリではそうじゃないですか、はいはい、1950年代のフェラーリっていうのは、フェラーリはシャシーを作って、エンジンを作って、でボディはなんかカロッツェリアトゥーリングとか、はい、あカロッツェリアピニアーレとか、カロッツェリアピニファリーナを頼んでたんですよ、はいはい、だから車メーカーが必ずしも自分のところにデザイナー抱えてなかったんです。イタリアはほとんどそうですよ、だから外部 の, そのデザインハウスがすごく強力なせいもあって、あのメーカーっていうのは設計をして、がデザイン会社にボディをデザインしてもらって、場合によったらボディをあのカロッツェリアが、ただフェラーリなんか60年代までの車ってボディはフェラーリで作ってないですからね。あ、そうなんですか。例えばピニファリナ製とか、あるいはよくあるのはスカリエッティ、250GTO とかスカリエッティなんですけども、シャシーを渡して、でそのカロッツェリアで仮装したやつが戻ってきてお客さんのとこ行くんですよ。はあ、でもフェラーリってフェラーリらしさそれぞれあるじゃないですか。それはじゃあそのカロッツェリアが一応なんかオリエンかなんか受けてそこに近づけるんですか。あのね、昔のねフェラーリ見ると分かるんですけど、あの皆さんが思ってるのはね、フェラーリじゃないのがいっぱいあるんですよ。例えばカロッツェリアトゥーリングとかフィニアレのフェラーリ見ても、今の人が見たらこうフェラーリじゃないんじゃないと思うと思うんですよ。でフェラーリは結局、60年代ぐらいかな、もうピニファリナ一本絞ったんですよ。だからフェラーリとピニファリナがもう1対1みたいになってて、だから50年代のフェラーリを見ると、まあ物によってはちょっとどうかなっていうのもあるわけですよ。だからエンゾ・フェラーリって人はすごくなんていうの、審美眼高い人だから、いろんなところに頼んで、じゃあやっぱここダメここダメってなって、やっぱピニファリナが一番いいからうちはもうピニファリナにしようって決めて、でもだからずっとピニファリナだったんですけども、最近はフェラーリはついに10年ぐらい前かな、フェラーリの中にデザインスタジオを作っちゃったんです、もうピニファリナには頼まないと、まあ、逆にピニファリナの、デザインパワーが相対的に下がってきちゃったんですよ、さっき言ったようにもうそこら中の会社でいろんなところやりすぎて、だから昔はピニファリナはフェラーリとか、あとフィアットとか、フランスで言えばプジョで、昔はね一国一社みたいなポリシーあったんですよ。フランスはプジョでやったらルノやらないから、でイタリアだったらフェラーリは高級車でしょ、あと一般のやつはフィアットとかね、それ以外とかやらないとかやったんですけども、どこかもうついにビジネスがやっぱり 大事になってきたんで、もうどこでもかんでもやるようになっちゃったんですよ。でアジアの中国、最近ピニファリナっていうと中国とかベトナムとか、ああいうとこいっぱいやってるんですね、まあ、ピニファリナとか悪く言うつもりじゃないけどこれあの気をつけないとちょっとねそれはうまくあれしてほしいんだけど、だからそういう歴史があるんです。だ日本でも、だから皆さんよ、117クーペってあれはギアですね。あ、ギアの時にジュジアローがギアのチーフデザイナーなんです。あれもあの1960年代ですね。で、椅子にフローリアンって車があったのご存知ですか。いや知らないです。フローリアンご存知ない。さすがあれですね、お若い。いや若くないですよ。64年生まれですけど。フローリアンってね、フローリアンってどういうんですか。あのフォードアのセダンがあったんですよ。大きな、割とあの大きなってことないけど2リッターぐらいかな今で言う。それがあれもギアがデザインしてるんですよ。でそれのクーペバージョンを作りたいんで、まあ椅子がまたギアにお願いしたら、でフローリアンの時は別なデザイナーだったんですけども、ギアにジュジャルが入ってきたんですよ。でジュジャルってその頃もギアでものすごくあのピカピカの新進のデザイナーだったんですけども、それがあれなんです。一時はただあれですよ、フィアットのD の GT ってやつとか、117クッペにそっくりな車いっぱいありますよ。あ、そうなんですか。皆さん知らないだけで同じテーマで作ってる車ってのは実はいっぱいあるんですよ。あの頃のその60年代のギアにおけるジュジャールのスタイルっていうのがあるんですよ。でその後ジュジャール独立したんですよ。でイタルデザインっていうのを作って、でイスズはその後は例のピアッツァ、ピアッツァをジュジャールにイタルデザインになった独立したジュジャールに作ってもらったのがピアッツァなんですよ。
そんなにね昔から古い車は持ってたわけじゃないんですよ、せいで10年ぐらい前ですね。アルファロメオジュリエットスパイダーの58年、そうです、それが初めて買った車なんですよ、でそれもね、それ60の時に買ったんです。であの10年前ですよ、ちょうど僕70で、逆にね、古い車は好きだったんですずっと、でも買わないようにしてたんです、なんかね古い車買っちゃうと、そっちになんか自分の情熱がね、こう行ってしまって、仕事の自分でクリエイトする方がなんかエネルギーを持ってかれる、過去を振り向かえることの方が、それが心配で、あえて60までは、あの古い車買わないと決めてたんです。でまあ60になって、まあ一応ほら世の中で還暦じゃないですか、まあここで一発買っとこう、車買っとこうと思ったら、それからなんか知らない間に、それからズル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 と、ロータスエリート、ランチア、フェラーリ2台、すごい。なんかねやっぱりあの僕好きなんですよね、やっぱり60年代の車が、まあ50年代後半から70年代前半ぐらいですか、でもやっぱりイタリア車が好きなんですよ。やっぱりイタリアの車がやっぱりデザイナーとしてはやっぱり魅力感じますよね、これちなみにどういう時にお乗りになるんですか。あ、もうこれはね、本当に週末にちょろっと乗るだけですね、どの辺に行くんですか。まあせいで頑張ってもあの僕鎌倉住んでるんで、あの葉山行ったり、あるいはあの頑張って箱根ぐらいまでですね、それ以上はもう怖くて行く気になるんです。なんか泊まるじゃないですか、でその時にやっぱりあの、まあ、レッカーとか来てもらいますけど、あんまり遠いとこ行って泊まったら不安でしょうがないから、それやっぱり運転してる間はなんかこう気分が若返るとか、うん、そうですよね、やっぱり楽しいですよね、で一切ほらあのいわゆるオーディオとか聞かない、聞かないで、いつもともとラジオついてないから、もうエンジンの音だけでずっと走ってるっていう、あれはね、あのエンジンの音だけずっと聞き続けてるっていう。ちょっとそういうことあんまり言わないでください。なんかだんだん欲しくなって、本当に欲しくなって。それでね、僕ね最近本当にね、それで分かったんですけども、あの魅力的な車ってもちろんデザインなんですけど、その次はエンジンの音ですね。エンジンの音ってずっと聞いてるでしょ。だから古い車だから決して音は小さくないから、小さくなくても心地のいい音を出してくれる車っていうのはずっと乗ってても飽きないんですよ。エンジンの音上がったり下がったりする時のこれを本当に音楽みたいですよね。あのぜひオートメーカンセルに一緒に行って車を探しましょう。